皆さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。今日やってきたのは、札幌市西区の平和な霊園です。あ、名はいりません。この霊園の奥に、秘密の小部屋ならぬ、秘密の登山口があるとの情報をキャッチ。川口博士の探検隊のノリで確かめるべくやってきました。この近くには、全国的に有名な平和の滝があって、平和霊園とのコラボで夏場の納涼スポットとしてはたまらん怖さがあります。お盆の御霊が里帰りする時期に、納涼ゾア企画で牛三つ時参りを動画にすると受けそうです。でも、バックトゥーザフューチャーのマーティのような腰抜けのオープ主には、めっちゃハードルが高そうです。皆さんは期待しないで待たないでください。いっそ忘れた方がいいかもです。さて、五卓を並べているうちに、霊園の端が近づいてきました。あの、八方禁止の上りの先が、阿部山の登山道になります。そして、この先左側に何やら水たまりがあると聞いたことがあって、そこに寄り道です。向こうでは、お墓くんの集団が、おいでー、おいでーと地獄の釜の中に誘っています。うぷ主は聞かないふりで、こちらに行きます。案内看板があります。昭和30年に平和ダムが完成して、平和湖ができたとあります。それではこれより平和湖探索に出発です。分岐した道があります。ちょっと行ってみます。川で行き止まりでした。なんやらコンクリートの構造物があります。興味津々です。大きく平和園庭とあります。先ほどの看板にあった平和ダムのことでしょうか。川の水が園庭を流れています。砂が堆積して中州に渡れるようになっています。ここでキャンプをすると、大雨で流されそうですね。こんなところにこんなものがあることは、あまり知られてはいないと思います。好奇心バリバリ夕張のうぷ主だから、未知の世界に足を踏み入れた結果の発見でした。水遊びができそうなほど澄んだ綺麗な水でした。この後この川で渓流釣りをするフィッシャーに会ったので、何やら釣れる魚がいるようです。これでこの動画はおしまいです。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。平和霊園、平和の滝の近くということもあって、ここも心霊スポットの資格十分な場所です。機会があれば、ぜひ足を運んでみてください。特に夕暮れ時がいいかもですー。
ほんじゃ、また。